サビ行くぞ。行くよ。猫のサビ来るぞ。にゃー、レッツダンス、ワンツーにゃん、にゃ未来へにゃん、ゆずぶっとにゃん、みんなでにゃん、絶対諦めたくにゃいからにゃん。続けて。Listen to my bass、 明日はきっと輝いてる。力合わせてときめき探してく。つかみトロプリパーワンワン。イエーイ。え、悩みですか？メンバーの内緒話あるもんですかね。わかんないな、浮かばないな。わかります。なんか結構うちのグループも結構ファンの方に包み隠さず何でも言っちゃう感じなので。そう言っちゃう。そうなんだ。うちのグループはメンバー多すぎて誰がなんだかわからん。もう誰がどんな悩みを抱えてどんな隠し事をしてるかわからん。確かに。いや、奥深いっす。なんか浅いっす。浅いっす。そうだよね。6人だもんね。6人ですね。まあ把握はしてるんですけど、秘密か。あ、でもうちの久保田美優ちゃんっていうあのオレンジ担当の子がいるんですけど、その子はまだ確かに誰一人メンバーを家に入れたことができないですね。なんか他のメンバーは誰かしらが誰かの家泊まりに行ったりしてるんですけど、あの子の家だけは誰も入ったことがなくて、何があるのかっていうのと、どんなものなのかも分からなくて、ちょっとそうですね、あの私の頭の中ではとりあえずアニメグッズが大量にあるイメージですね。あー、確かにそれは間違いないですね。間違っちゃいないと思いますけどね。そうだね。そう、ちょっとそれが気になるなっていうのがありますね。そう、ミュータンとね、あるアニメの映画のを一緒に見に行こうって約束をしてるんですけど、もうあと3日ぐらいで上映が終わっちゃうんですよ。そう、だからそれは今日の夜でもってちょっと連絡してみようかなって。そう思ってる。こっちからもつついてきます。本当にありがとう。よろしく頼んだよ。そう、でもあのまだ学生さんだもんね。そうで、大学生行ってるんだもんね。そうだから私みたいに暇があったらすぐにみたいな。何言ってんですか。いやーもう。何言ってんの。何言ってんの。ほんと全然そんなんじゃないんですけど、ということで、SK の内緒話、今度は何か収集しときますね。おぉ、そうだよ、でもこれで内緒話を言うってことは、この人みたいに信頼の実績が確実に重ねられないと。ちょっと、暴露できるぐらいのレベルのやつをね、はい、なんとかしたいと思います。というわけで、引き続き生まれてこの